はい、どうも、ことです。今回はね、ワンオクロックのリメイクの解説をしていきます。チューニングアレグレアチューニングの、BPM が172ですね。はい、じゃあ早速解説をしていきます。はい、じゃあまず A メロからいきます。はい、ここはブリッジミュートの、パワーコードですね。右手の手刀でブリッジを押さえながらずっとパワーコードで弾いてます。はい、じゃあコードのルートの音をフレットで言っていきます。最初の音が5弦の2フレットのパワーコードです。で、次が6弦の3フレットですね。で、最後が6弦の開放です。これの繰り返しです。で、途中からブリッジミュートしてない音も混ざってきます。はい、こんな感じです。これ結構 BPM が速いんで、初めはゆっくりテンポ落としてから練習した方がいいと思います。結構ね、右手のこの辺痛くなってくると思うんですけど、まあ、ずっとやってれば筋肉ついてくるんでできるようになります。はい、じゃあ次 B メロいきます。はい、これパワーコードとオクターブ奏法のミックスですね。はじめパワーコード弾いて、で、しっかりここでミュートします。右手で。で、そのままオクターブなんですけども、アップで入ります。はい、結構慣れれば簡単なんですけど、間しっかりミュートするのがコツですね。じゃあ下にタブ札すんでゆっくり弾いていきます。あ、最後パワーコードのブリッジミュートです。はい、じゃあ次サビいきます。はい、これずっとパワーコードですね。結構簡単なんで、特にまあ注意することはないですね。下にタブ札しながらゆっくり弾きます。途中のテレテっていうのところはこう弾いてます。6弦6フレットと5弦の9フレットです。はい、で、2番は進行がちょっと変わるんですけど、まあ、ほとんど弾き方一緒なんで、まあ、ちょっと1回やってみます。はい、まあ、ブリッジミュートのパワーコードで進行がちょっと変わってます。
じゃあその次のパートいきます。はい、ここちょっと難しいと思います。はい、これちょっと複雑なんでタブ札しながらゆっくり弾きます。はい、こんな感じです。このままサビいって、次間奏とギターソロやって最後終わります。あと全部一緒なんで、ちょっとセクションごとに分けていきます。最初パワーコードの部分、はい、これはまあ簡単だと思います。下にタブ出してゆっくり弾きます。はい、これ2周です。で次オクターブ奏法部分いきます。はい、これずーっとオクターブ奏法ですね。はい、結構弦移動激しいので、はじめテンポ落としてゆっくりやればいけると思います。で、これも下にタブ札しながらいきます。ここは結構難しいですね。一発弾いてスライドでも大丈夫です。じゃあ最後リードソロの部分ですね。これ結構難しいんで、まあ一回やってみます。はい、じゃあこれちょっとゆっくりやります。全部ハンマリングでいってます。一回だけ弾いて、かなり指の力いるんで、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、まあ、頑張って練習してれば、まあ、できるようになると思うんで。で、ここがスイープなんですけど、まあ、結構スイープにしては一番基本形というか、まあ、簡単なんで、まあ、ちょっとスイープ練習にもいいと思います。ちょっとズームします。一回だけ弾いてプリングします。で次ダウンダウンで弾いてます。で次アップで戻ります。でまたプリングで繰り返しです。はい、じゃあちょっと最後のギターソロだけ難しいと思うんですけど、基本的に、まあ、結構簡単な楽曲だと思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。よかったら下の概要欄に僕の音楽ブログと、あと Twitter とかのリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。あと最後にぜひチャンネル登録お願いします。ではまた。